はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、こちら紹介したいと思います。はい、これから暑くなってくるよ。夏が来るよ。ね、夏の炎天下でも体感涼しく、消風効果、ね、超絶体感、冷風効果、ブワーみたいなね、なんかなかったそういうの昔。ね、そんな感じで、涼しい、ね、涼しいパンツ、これね、うん、はい、じゃあ見てみましょう。テレリン、独自のクレー服ということで、9枚バネの強力ファンでブワーッと送って、おー涼しいっていうね、そういうものらしいです。すごいね。はい、で、このね、ズボンだね、ズボンね、おじいはずっとズボンズボンって言うんだけど、今ズボンって言うとなんかね、なんかズボン、いつの時代の言い方ってよく言われるけど、やっぱズボンで合ってるじゃん。やっぱズボンでしょ、ね、夏の新定番のズボンということで、こうファンがくっついてる、ね、で高品質な生地でちゃんとできてます。このファン付きパンツ、ここにはパンツって書いてあるの、こっちはズボンって書いてあるの、ここにはパンツって書いてある、どっちなんだよ、統一しようよ、ね、はい、で洗いやすいですね、もうそのまんまね、あのファンを外して洗えるんでしょ、ね、あのファンやバッテリーは取り外して洗ってください、ね、まあ、当たり前だねこれね。で、ね、釣りとかゴルフ、登山とか、ね、あと建築現場とか農作業とか、ね、倉庫の作業とか、まあ、ありとあらゆる時に大活躍するんです、ね、だってそのこの大活躍してるところを実際に撮らないと、あのこれ広い画像でしょこれね、うん、だから実際にあのファン付きのあれで、こうやって倒してるところを撮らないと、ね、あの、1個ぐらいファンが怒っちゃったとかね。はい、で、こんな感じのね、まあ、パンツがあって、ここにファンをつけて、こう、上に下にってこう、行くらしいよ、どうも風がね。で、ファンが2個ついていて、で、接続するケーブルがあって、先端にモバイルバッテリーをつけてね、駆動するっていう、まあ、それは重たくないのかな、大丈夫かな、ね、あ、まあ、ご自身が持ってるものを使うってことだね。はい、で、ここなんだけども、ここがね、もうすごいんだよ、ね、はい、でれん、ここは繊細な引き紐を内蔵した伸縮性の、ね、ウエストバンドっていう、そして、このね、SDS ジッパー、ね、SDS だよ、SBS、ね。あのもう YKK じゃないからね、 SBS だからね、高品質なんです。はい、で調整可能な幅ね、ここね、絞ることができるんです。そしてスタイリッシュで美しいね、テーラリングデザインということです。そしてね、再配線ファン補助鏡設計ということでね、まあなんかすごい設計らしいです。で、涼しく付き添うなるメッシュポケットが付いてますよってことで、すげー超絶うわーみたいなね、そんな感じのパンツです。はい、で 5V ユニバーサルバッテリーを駆動するということでね、これはなんとなんとすごい、これはね、ここの人高品質ファンブレードね、この羽が9個も付いてる、すごいんだぞ、ね、で強力な車輪と思ったということで静かなんですね。そして、取り付けが簡単で、ね、1秒間に44リットルより1分間かな、H が1時間でしょ、S、1分間かな、1分間に44リットル、1秒間に44リットルだな、待ってちゃうもんね、多分ね、だ1分間に44リットルだと思います。はい、で、今回はサイズ、ね、サイズがありますね。ね、まあ、あの丈の長さ、ウエスト、身長、体重ね、まあ、ここら辺から M、L、XL、2XL、3XL とあるんだけども、おじいはいつもあの 4L なんで、今履いてるのも 4L なんで、なのであの 4L がないなと思ってね、ただあのここまでの最上はあるけども、2XL までしかないんだよ。で、あのだから 2XL でいいっつってね、あのそれが届いてるけど、あの入るかどうか知らないよ、ウエスト 100.5 っておじ105あるんで、年々ね、すくすくと成長しているんでね、まあ、夜になるとね、ヒックって言いながら動画撮ってるんで、本当、ちょっとずつちょっとずつね、すくすく成長しております。はい、そんなわけで、この上じゃないとね、おじちょっとあれなんだけども、一応ね、アメリカ向けだと
おでっかいで韓国とかね、ちょっと厚生だとちょっとこうワンサイズちっちゃいんだよね。あとこういうところが細いとか、あの国によってほら違うんだよね。今回のこれどうなんだろうね、本当。まあ入んなかったらごめんって感じなんだけど、はい、じゃあ実際にねちょっと後ろで試しよう。ぴょーん、たらららららら、らおじいのおーみたいなね。なんかこんなのなかったか、昔。こんなってやるのね。はい、そんなわけで、ね、今回は、こちらです。ティラリーン。ね。今回は 2XL ということで到着しております。で、中を開けると、はい、ファンが入った箱と、それから、これがね、パンツの部分になります。はい。じゃまずね、パンツの部分をね、見ていきましょう。よいしょ。ね。もし、これね、入らなかったわ。ね。視聴者さん、誰か、いませんか。ね。はい。ということで、こんな感じ。ね。で、これね、ちょっと邪魔だからね、これ切りたい。よいしょ。はい。なんか、こういうのもね、一応ちゃんとついてるので、はい。空冷服ってね、書いてあります。で、まあ、伸縮か、あ、本当だ。これ、伸縮かので、これね、中に入っちゃうと、取り出せなくなっちゃうから、これ絞っとかないと、よくやっちゃうんだよ、これ。わーってやって、片側に偏ってて、なんか入っちゃって、あーっていう場合がね、こうしとかないと。はい。どうかなどうかなはい。で、一応ね、こんな感じゆったりしてて、でここに穴が開いてて、ここからこうファンをつけてここから送るんだね。でここは、絞ることができるね。はい、ここにボタンがついてるので、これね、ここパチンと外して、そうするとこう2段階、一番奥のところだとここでこれぐらい絞ることができます。あの下がブラブラしてるとね、作業しにくい人はここを絞るとよろしいかと思います。はい、そしてマニュアルが入ってますね。取り付けがあるので、これを見ながらセットしてねということで、はい、じゃあね、お、ムフフーね、1000のムフフームフフー。はい、まあそれはいいとしてね、ファンを開けましょう。一応ね、これ日本語で書いてあるよ、これ、ほらね、日本語で書いてあってね、よいしょ。さあ、ファンがね、どんなファンだ。でーん、これが取り付けのケーブル。そして、はい、静音ファン。てってれーん、はい、厚み、ね、厚み。ね、はい、だいたい厚みね、これぐらいありますね。はい。まあ、なんかね、ドローみたいな感じ、ここのところが、ね、こうなってるけど、これが同じものがね、2個あります。はい、2個。じゃあね、取り付けガイドを見ながら、ちょっと取り付けたいと思います。ね。まず最初に、これね、先ほどのやつ。ね。これね、こちらは、まず、これね、ここが、こうなってるんだけど、これね、これね、内側から、違うな。これをこう外して、こう外して、で、こうやって入れて、こうやって、そしたら、はい、内側から、こうだね。もう大体もう物理的に考えると、もうこれしか考えられねえ。はい。タンタタンタタタタンタタンタタタタンタタンタタタタン、ピョ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 、よし、はい、ね、もう気分は待ってっちゃうよ。こうしてくっつけて、はい、裏側から出したらね、こうやって、形つけますね。はい、そしたら今度は、これね、はい、接続コード、ね、これを接続します。
はい。で、先端は、これ USB ね。で、ここが、スイッチ、オン、オフ。で、この短いのと、この長いのがあるので、これを接続するんだけど、バッテリー、重たいバッテリーを右側につけるとして、こうやって測るから、こっち側が右側か。よいしょ。はい、じゃあ、こっちのね、短い方を、じゃあ、こっち側にね、差し込むよ。ここに差し込む穴があるので、ここを差し込んで、で、差し込んだら、ここにね、引っ掛けるフックがあるので、こうやって、ブラブラってなんで、引っ掛けるところがあります。はい。そしたら、この長い方を、これは長い方を、ね、これを、反対側の、こちらの方に、ね、同じように引っ掛けます。はい。これで準備ができました。そしたら、この先端に、この USB ね、モバイルバッテリーをつければ OK なんです。これね。はい。じゃあ、おじいがね、今から、よいしょ。履く前に、どういう動きをするのか、ちょっと見てみる？はい、モーターが動いてます。はい、こんな感じ。しっかりと動くことが確認できました。じゃあ、一回電源をね、切りたいと思います。はい、じゃあね、ちょっと履きます。よし。ね、テレビジョッキみたいで、ね、生着替え。でん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 みたいなね。よし。で、チチチチチチピーチってね、たぶん、おぉ、入ったぜ。よいしょ。はい、じゃあ一応ね、はい、おじいが 2XL で入って、ここ、きつくない。ほら、ね、105センチでも大丈夫でした。伸縮するので、ね、これこうすると苦しいかもしれないけど、これ一応ね、あ、これ普段巻きでいいや、これ。あ、ちょうどよかった。で、コードどこ？コード、よっ、ちょっと待ってね。コードね、よっ、コード、よいしょっと。はい、このコードがあっという間にね、あっという間にこうしちゃうので、こっから、こうかな。はい、ここにあるので、はい、こうやって接続して、おーおお、涼しい。これは本当にガチンコで涼しい。ふわーっとして、あ、気持ちいい、これ。めちゃめちゃ気持ちいい。いや、ウルトラ気持ちいい、これ。真面目に気持ちいい、これは。座ってるとあれかもしれないけど、立ってると、もうこれね、ふわーっとして、いや、気持ちいい、これ。うん。男性も女性も、夏になるとね、結構ほら、蒸れやすいじゃん。ね。だから、なんとかほにゃらっていうのがあるんだけど、そういうのの帽子にもね、いいかもしれないよ。ね。いや、いいね、こう、いつもほら、ふわーってなってるから、ふわーっつって、ね。こういうのでさ、ね、スカートバージョンもできたらいいかもしれないね、こういうのね。うん、ふわーってなるよ。マリリン・ボンドみたいに。ね。わー、気持ちいい。ね。はい、そんなわけでね、お庭の手入れの時なんかね、暑いなと思ってる方とか、こういうのでやりながら、ただ
モバイルバッテリーね、これ重たいと これ入れとくとこれずれちゃうんで、まあ、ちっちゃいのでやった方がねいいと思うんだけどね。はい、一応涼しいことは確認できましたね。おじい初めて使った感想としては、うん、これは涼しいですね、うん、でここが出っ張るんで、まあ邪魔かどうかっていうのはまあ別として、とりあえず涼しいという目的は達成することができますね。まあ一度経験してみてもいいかもしれないよ。はい、じゃあお願い行きます。はい、そんなわけで戻ってきました。でおじい今ね、これ島村で買ってきたジャージの人なんだけど、今ゴエルです。でこのゴエルでちょっときついなっていう感じなんだけど、ゴエルより大きいのがないんでね、島村ね、なので今ゴエルでちょっときついけども、まあたまに違うのに交換するなりしてね、調整してるけど、まあこのゴエルよりも紐が緩いんで、だから楽々履けた 2XL です。一応目安としてイメージしていただければなと思います。はい、じゃあお願いいきます。ズバリせーのドキューン、ぴょん。あれ、お値段どこ行っちゃったの？お値段ないじゃん。お値段ないよ。はい、それじゃあね、お値段の方しっかりといきたいと思います。いくよ、せーのドキューン、ズームイン。はい、そんなわけでね、通常19,999円のところ、なんと 45% オフで5,999円なんですが、今さらにここで、はい、1000円オフのクーポンがあるので、ここをチェックすると4,999円なんです。そうなんですね、パンツ本体、そしてファンが2個ついて、そしてマニュアルもついて、接続コードもついてね、さらにビニール袋に入って説明書もついて4,999円って感じなんで、興味のある方はこの動画の説明欄に Amazon のリンクあります。そちらをご覧になってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。